まあ、この課題自身が結構、なんか油絵科の課題に出てきそうな、それこそ東京芸大のとか、多摩美の入試で出てきそうなものではあるんですけど、こういった意味で、まあ、今おっしゃられたように、まあ、グーがまあ、石のまあ、象徴っていうか、もう、メタファーみたいになってると思うんですけど、チョキがハサミ、パーが紙っていうことだと思うんですけど、まあ、それを超えて、例えば、チョキが、まあ、ピースとか、だから、ビクトリーとか、そういう勝利とかの象徴として、本人が解釈してやるだとか、まあ、逆に言えば、なんだ、これ、ピースですから、チョキって、平和とかそういう意味で平和が一番強いとか、そういう意味で接続していくっていう方法ももちろんあると思うんですけその実ど、技の方でもそのいわはい。ゆるなんか別のその記号化っていうかそのそう別ですの記号化の置き換えっていうのはやられるんですね。ね。そうですね。やっぱり今の特に油画科の課題って単純にその技術が良ければ受かるっていうものでもなくて、やっぱ本当に内容ですね。今言ったようなコンセプトとか、コンセプトとかっていうんですけど、その絵を描く内容の概念ですね。例えばまあ、それこそそういう文章を課題と一緒に出してくださいみたいな場合もあるんですね。作品と文章っていうか、自分がどういうことを考えてるのか、やっぱそこの深さみたいなのはやっぱ問われますね。同じもうでそすね、うほでとんどすね。ね。本当にまあ今美術作品見たりって言ったんですけど、やっぱ本を読むとか、やっぱその象徴について考えたりっていうのも大事ですし、そうですね。もう常々思っていたんですが、その小論を積極的にですね、取り組みをしっかりしてくれる生徒って、実技の方もしっかりやられてる、イメージが、その印象が今まであったんですね。今、納得しました。そうですね。まあ、結局、同じことを。そうですね。やっぱ考える必要が、やっぱ基本的にはあるってことですね。コンセプそうトです作り。ね。まあ、ものすごい、なんだろう、数学ができるとか、なんだろう、高校の授業の問題ができるとかっていう必要は必ずしもないんですけど、まあ、けどやっぱ思考力はやっぱ絶対必要だし、まあ、ただそういう思考力を身につけるにはやっぱそういう基礎的な勉強が必要になってくるので、まあ、結局そっちもできてきちゃうっそうてですいうね。か、そういうことにはなりますで、ね。その学科にしても実技の日頃からこう考える習慣をつけておかないと、無理ですよね。そうですね。やっぱ思考力っていうのはすごく大事ですね。キャットムービー立ち見よろしくお願いおし願いましす。ます。お願いします。